針の種類も、これいろいろありますね。このタイプは、まあ、3本針の流線タイプの針になっています。これは流線針という形で、まあ、大体15センチ以上ぐらいのキスを、釣るような時にはちょうどいい、針になっています。まあ、これが大きさが、大きく、この号数が大きくなるについて針が大きくなっていきます。もう大型の、尺ギスとか狙うような時は9号、10号こういうのを釣ります。またあと青磯目とか使う時も大きめの針を使います。でこれは2本針です。同じような形で、2本針になっています。で、この辺はちょっとハリスが、太いタイプになっています。6号、7号、8号と、まあ、鳩釣り用になっているのでちょっと仕掛けが、まあ、これが全長が、これの全長が、まあ、大体1メーター20センチぐらいあるのに対して、これは鳩釣り用になっているので全長で80センチになっています。だからまあ、コンパクトロットとかエギングロットとかでも扱えるようになっています。まあ、でこれがまあ2本針の、これがこっちが3本針バージョンですね。同じように仕掛けが短くなっています。でこういうのは、競技キスっていうので、まあ、掛け合わせをしたりとかですね、あの杭が渋い時とかに、よく使われるような針です。針の形がちょっとこの流線の形にちょっと違う、小針になっています。まあ、小さく誤解をつけて釣るような釣りに向いています。でこれが早掛けタイプですね。昔から言うキツネ針っていう言われるような、針の形になっています。これも、まあ、このように、競技キスと、合わせても、まあ、ちょっと形が違うのが、分かります。まあ、小さいキスするときはこっちの早掛けタイプ、このこっちが向いています。でこれは、まあ、ササメのこのショアライトっていう、まあ、エギングロッドとかで、いろいろ使えるタイプのこの替え針になりますね。まあ、こういう、これが、重りと天秤がついてるやつなんで、まあ、これの替え針、これになっています。はい、